そう予想しながら見ると実際どうなるのかより楽しめると思います。さあ時間になりました。横綱鶴竜連敗で迎えた13日目、1敗の栃ノ心は今日逸ノ城に勝って守りました。さあ結びの一番、横綱鶴竜どうか。対する御嶽海は5連敗中、横綱に勝って勝ち越しなるでしょうか。軍配入ります。張り差しになっていたが逆に一気に押し相撲を御嶽海、御嶽海の勝ち。横綱鶴竜3連敗。鶴竜何もできず、御嶽海今日は自分の相撲連敗の5分ストップ、横綱に勝って今場所勝ち越しを決めました。鶴竜が張り差し狙っていきましたね。そうですね、やっぱりお互い考えたと思うんですけど、御嶽海は逆に開き直れましたよね。